今日は JFC 宮崎先週おい先週用の夕飯をご紹介していきたいと思います。では今日は瀬戸くんに密着していきたいと思います。いきましょう。瀬戸くんはあの毎晩あのこれおもりがあるんですけど、ここにこれ茶碗がだいたい250ぐらいあるんですけど、これで900まで食べてます。茶碗合わせて900まで。マジっすか。今日ダイエットで。マジっすか。今日はなんか禁止らしいんで、ダイエットらしいんで。あ、今日のメニューは、はい、千切りじゃがいものスープとチキンのトマトに豚と野菜のマリネです。今日のメニュー。あ、メニューはいつもここに貼ってあります。瀬戸君、今日は何今日は450らしいですね、瀬戸君。全然食わないっすね。大丈夫だ。スープも今日はいらないです。スープも今日はらしい。あの、瀬戸君はドレッシングをつけないで野菜食うで有名なんですよ。この量ではですね。そうですね、もうやっぱいらないですよ、ダイエットに。トマトがあればトマト。ドレッシングなしでこんなに野菜食べる？ご飯の分を野菜に回してます。ああ、そういうことですね。今日これは何ですか？今日はあの昼ちょっとみんなが食べきれなかったものをまたあの再利用っていうかそういう形で作ってもらってます。ありがたいです。再利用じゃないね、余ったから食べてねみたいなね。そうですね。これはあ、これはこれはアイシングだったりあのみんな氷だったり気遣ってくれてますね、量のこと。次は何？麦茶ですね、今日は。今日は牛乳で。あ、今日氷入れて牛乳ですか、今日は。素晴らしい。素晴らしい。牛乳と、はい。カルミを混ぜて。カルミを混ぜて。それ、これは。あ、それは、ちょっと。あ、ちょっと、違います。それからしっかりこういうのも食べます。おや？牛乳に豆乳を入れると、はい、美味しい。あ、瀬戸くんはあのよく見ると結構混ぜたがりなんですよ。毎回あの炭酸水にも蜂蜜を混ぜたりだとか、なんかブドウ酒を混ぜたりだとか、混ぜたがりなんですよね。これだとちょっとあれなんで、もうちょっと一品付け加えようと思って。あれ。ちなみにみんなも食べ終わってるんですか？みんなは食べ終わってるんですけど、やっぱ瀬戸くんはいつも仕事帰りにやっちゃう、筋トレやっちゃって、今日は何を付け出しますかね？なんかありますか？あ、ヨーグルトなんて。ヨーグルトあります。ヨーグルトあります。あ、ハンバーグ。あ、そう。ちなみに。あ、今日お誕生日です。おめでとうございます。よっしゃ。寮では毎回夜ご飯の時にお誕生日の人にあのカオルさんから作ってもらったケーキをみんなに分けて食べてます。今日はチャンピオンでした。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。ありがとう。もう終わり。まだ食わないんですか？でも食っていいんですか？はい。あの感想も教えてください。ちょっと。あのじゃあ食レポっていう感じで。いただきます。どれからいったらいいですかね。やっぱこれですね。今日のメニュー。これからいってもいいですか？今日のメニュー。ちょっと。野菜から。一口だけ。いただきます。すごいです。これドレッシングはもちろん。うん。やっぱやっぱ
めば噛むほど野菜の味が分かってくるんで、やっぱ料理の素材の美味しさだったり、そういうことがやっぱだんだん分かってくるような舌になってきたとは感じますね。やっぱドレッシングあるとドレッシングの味に頼ってしまうっていう。そうですね、そういう面も一面もあるんで。そういうことです。じゃあ次メインお願いします。メイン、どうですか、歯ごたえとかそういうのはどうですか。やっぱ噛むのが柔らかくてトマトの味、はい、やっぱりその健康に気を使ってくれてるんで、味も濃すぎず薄すぎず、鶏肉でヘルシーな料理を使ってくれるんで、まあ、今後僕たちの体にいい商品になってくるのかなと思います。商品じゃあ次こちら。やだ、ね、最後じゃあ瀬戸君これで終わりたいと思います。これで、うん、うん、どうですか。ってことで、寮の夕飯の紹介をこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。また、すみません。